今日の伊藤孝恵チャンネルは竹爪仁広報予定者の摩訶不思議を探すです。これね、はい、私シリーズ化していてですね、はい、同僚議員の摩訶不思議5選ってやつをやってるんですよ、はい、なんですけどまだ私たち一緒に働いて、はい、おりませんので、はい、今日はこの摩訶不思議ポイントを、はい、私取材させていただいてですね、探そうという企画になっております。はい、はい、全くシナリオがないっていうことですね。何にも聞かされておりませんので竹爪仁です。何にも聞かされてません。よろしくお願いします。福山雅治さんと同じ誕生日全く同じ日に生まれたんですよね。すごいですね。私ね、実は元報道記者なんです、はい、元記者なんです、はい、なのでインタビュー、はい、もうカワハギのようにですね、はい、一枚一枚、はいはい、インタビューを、カワハギインタビューを、どんどん私もプロテクトしていく感じになります。本当ですか？じゃじゃん。まずですね、私ね、プロフィールを見てゴリゴリの卓球少年だったっていう。卓球なかなか、はい、ね、我々その、6歳違うんですけど、はい、私のが6歳6歳上ですね、はい、当然ですね。69年生まれ、はいはいはい、なんですけど、はい、我々の頃ってちょっとそのサッカーの走りで、同級生たちはみんなね野球に没頭していて、うん、で卓球っていうのになかなかこう珍しいなと、うん、これ なんでこの卓球少年に。まあ単純にきっかけは兄 2歳上の兄が先に始めてたので、はい、兄が強くなっていく姿を見て自分ものめり込んでいったっていうのが最初のきっかけですけど、兄への憧れが。そうですね。へえ、まあ、私まず背が低いので、うんうん、野球とかだとやっぱちょっと背が低い人正直言ってあんまり有利じゃない。少なくとも有利ではない、うん、で卓球はその身長の優位性ってそんなにはないんですよね、うん、小さいからといってとても不利だとか、うん、大きいからといってとても有利だっていうスポーツではないっていうことが、はい、私にとってはどんどんのめり込めるスポーツだったのかな。なるほど。え、そんな低いですか身長、はい、ちょっと立ってみて入りますか。ジャンプ。あ、でも、あれ何センチですか。164センチ。あ、はい、うちの夫より1センチ高い。いや、そうですか。夫が私の方が背が高くて嫌じゃないって聞いたことあるんですけど、そしたら、いや、常に上を見上げてられるからね、いいって。素晴らしいですね。ちょっとロマンチックな話しちゃいましたね。全然卓球の話じゃないですけど、いいですね。慶応ボーイかつ卓球部の主将ですからね。そうですね、はい、ということは一番強かったってことですか。いや、まあ、私と同学年でもう一人もうライバルかつ友達、うん、いい選手がいたんですね。お、菅博士君っていう、まあ、これを見てたら多分感動しますけど、はい、まあ、彼がすごい強かったんで、はい、まあ、2人でダブルス組んだり、まあ、そうやって高め合っていったのがいいライバルだったんですね。うわー、なんかそういうその極める人たちってやっぱりライバルの存在って欠かせないですか。いや、そりゃそうです。自分だけでは、スポーツは自分だけでは絶対強くなれないんで、むしろ自分よりも強い人がいてくれた方が助かります。へえ。それって大学の時もずっと打ち込んでらっしゃったんですよね。まあそうですね。ちょっと今なんか今曇りましたね、顔が。他のなんて本当の超一流選手ほどは私そんな自慢をできるほど強くないんで、そこでちょっと曇るわけです。全国大会には何度も出ましたけど、はい、まあ出て1回2回勝ったらもうおしまい、はあ、それが私の大体戦績でしたね。なるほど。その慶応ボーイで卓球部主将ってモテましたか。いや、それもないと思いますね。ないと思います。ないです、うん、ではないですね。あ、ないと思います。ご謙遜されてる。じゃじゃん。4人の子育てへのコミット具合、うん、ここはね掘っていきたいというふうに思います。19歳、17歳、14歳の女子と5歳の男子をもうつらいと育てているというふうに、これね、並大抵ではないですからね、4人って、うん、4人、まあ、育ててはいますけど、まあ、ほとんど家事は妻がやっていて、
私の毎日の日課は今日もそうだったんですけど、朝起きたらまずお風呂掃除。朝お風呂掃除、はい、へえ。その次にやるのは犬の散歩。ほう、それが毎朝通勤する前の日課、はい、だ出張に帰れない限り必ずそれで、土日はそれに加えてトイレ掃除、あと家の掃除機をやると。めちゃめちゃいい夫じゃないですか。あと洗濯物も、まあ、畳む、はい、幸いにしてその上の女の子3人も、はい、私が仮にパンツを畳んでも何も文句は言わない。そっか、はい、そういう問題出てきますね。でも文句は言われたことないですね。変わらず任せられるってことは、うんうん、結構いいってことですよね。私いやそれやっとくから、なんか洗い物お願いとかって言うと、今度はね、洗い物がね、むちゃくちゃ油っぽいんですよ。なるほどね、つるんってなっちゃう。なるほどなるほど、パリンってなっちゃう。なるほどなるほど、はい、分かります。分かります。分かります。え、その今の家事の中に料理は出てきませんでしたね。そうなんですよ。私も一人暮らし、会社入って一人暮らしが長かったんで、その時は自分で料理してたんですけど、まあ、結婚して私の料理を見たら、あ、任せられないって思ったんですね。それか。それ以外はやってって言われるんですよ。それ料理は、はい、仮に妻が忙しくしてて私が手が空いたとしても、はい、やってって言われない。なるほど、うん、そのあうんの呼吸の中で料理以外のいろんなものを任されている。そうですね。河合貴則さんと対談した時に河合さんがね、おっしゃってたんですよ。やっぱり仕事とか、まあそれこそ選挙とかも含めて、ずっとその子供の一番成長する時をね、見てなくてもったいなかったなと思うみたいな。私もまさにその端境期というかね、その自分の中の心の揺らぎもあるので。今ですか。今だって、今うち私1歳と3歳の時に選挙出たですね。で今本当に下のお子さん5歳で、うちは今7歳と8歳になりましたけど、そこの何て言うんでしょう、自転車に初めて乗れた日とかね、一番初めに立った日とか、一番初めに歯抜けた日とか、私全部知らないんですよ。あら、私全部知ってますね。ああ、自転車は自分が教えましたし、全部覚えてますね。なんかこう老後に私はきっとね、写真を見ながら泣くんだなと思って。そうですね、しょうがないですね。時は取り戻せませんからね。結構さっぱりさせたんですね。しょうがないかなって思って。でも今こうして、ね、元気に素晴らしくしていらっしゃるから、まあ、それもそのもしそれが反省だとしても、それも踏まえて今あるっていうことだと思いますよね。うわ、なんか私、竹爪さん私のメンターになってもらえそうな気がします。お断りしますけど。なんでそういうのは無理ですか。そうですか。さっぱりしてますね、なんか性格、うんうん、はっきりしてます。はっきりしてますね。すごくそれ伝わってきます、はい、私あと羨ましいなと思うのが、3人のお嬢さんと息子さん、うん、両方の性を育ててみたかったっていうのが、うんうん、まだ大丈夫じゃないですか。いやもう、いや実は議員にならなかったらもう一人欲しいなというかね、うんうん、だって一人の男性に苦しいまでに、うん、ママママって恋焦がれられる人生って一回体験してみたいじゃないですか。確かに、うちの 長男、はい、チビが母親に対してそんな感じです、ね、ママママでしょ。そうそうそう、もうトイレ行くにも買い物するにも離れたくないって、うん、そうそう、そんな感じ。そんな人生での体験ってないですよ、うん、あ、やっぱそうされたいんですか。はい。あれ、されたくないですか。いや、そんなに父親にべったりもっていう感じはない。母親にもありますけどね。あ、そうですか。さっぱりしてますね。そう、父親は遊び相手って思ってます。だからなんかうちも一緒、外に行く、サッカーする、かけっこするのは全部お父さん、はい、だけど甘えるのはお母さん、寝るときはママ。そう。あー、どこの家も一緒ですね。一緒なんですね。なんかすごいこう親近感が今ちょっと増してきて、うん、ちょっとこう近寄ろうかと思ってます、うん、だからメンターじゃないです。あ、そうか、すいませんすいません、ちょっと今甘えすぎました。国民民主党で、国民民主党の政策で、選挙に挑戦するんだというふうに言われることに不安、はいはい、まあ、先ほどのなかなかグッと飲み込んでっていう、まあ、一言で尽きるんですけどね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。